今俺電話したんだよ。うん、いや電話するのやめましょう。せっ、やろう、てめえ、てめえもゲームやるじゃん、この野郎。同じことだよ、この野郎。電子機器だよ、この野郎。人の電話取り上げる。次の駅降りましょう。すぐ着く。次の駅降りますか。バスなのに受験行くか知らないから鍵に絡まれて。絡んできたのあっち、まだあっち。蹴るぞ、この野郎、てめえ。俺に詐欺たくってくる、この野郎、半殺ししてやるから。殴ったのはそっちじゃないですか。そういうことだから。お前な、いいか、みんなが聞いてるとこだけ、え、イケシャシャと言いこぶるな。てめえが最初俺に言った言葉、何吐いた、この野郎。え、あなたがいきなり殴ってきたでしょ。このクズ小じき野郎だと、てめえ、この野郎。そんなこと一言も言ってないですよ。笑わせんじゃん、この野郎。てめえ、俺がそれを聞かないで怒るか、この野郎。おい、クズ小じき野郎、言ってませんよ。クズ小じきがお前をな、どうかしたらどうする。言ってないじゃないですか。俺は痛えよ、痛え、この野郎。話せよ。話すのあなたでしょ。ぶつけ、もう掴んできたんだから。これは君の友達か、こいつ仲間てめえ、こんな関係ない人巻き込むのやめなさいよ。ふざけるな、てめえ仲間がいるって指さしたらこの野郎だぞ、この野郎。指してませんよ、何言ってるんですか、さっきから。とにもかくにも統合必要か。うるさい、お前ヘリクスの法律並べるな、この野郎、無学者が。言ってみろ、ほら、お前が受験する大学、うん、受験じゃなくて通ってるんですよ。通ってんなら俺が大学行って、お前がどういう風な振る舞いしたか言ってやるよ、地元だから。降りろ、この野郎。だから大学関係者が言っちゃダメですから。警備員に止められますよ。警備員に言ったら入らせてくれるよ、バカ。僕は